透明感のある桜色のカラースプレーの作り方です。使うのは100円ショップなどで売っているプリンター用の詰め替えインクマゼンタです。これを薄めたものをスプレーボトルに入れて使います。まずスプレーボトルに水を入れておきます。そこにインクを垂らしていきます。この時入れるインクの量でカラースプレーの濃さを調節することができます。たくさん必要な場合は牛乳パックにインクを溶いた液を入れておき、それをボトルに詰めていくといいでしょう。スプレーするときには離れたところから霧がふわっとかかるようにスプレーしていきます。近づけすぎると水たまりになるので気をつけてください。